今日行われた春の高校野球県大会決勝は、一体感を合言葉に4年ぶりの優勝を目指す静岡高校と、創部以来初の決勝の舞台に上がった浜松開誠館が対戦しました。1回の静岡、マウンドにはプロ注目のエース吉田。ワンアウトを取った後、5者連続のフォアボール、押し出しで2点を失い、エース吉田がマウンドを降ります。続くサウスポーの亀井、押し出しとレフト前タイムリーでさらに2点を失い、静岡がいきなり4点を追いかける苦しい展開となります。さらに1点を追加され迎えた4回、静岡は得点圏にランナーを進めると、マウンドを託された亀井がライトオーバーのタイムリースリーベース、1点を返し反撃ののろしを上げると、続く山本、セカンドゴロの間に三塁ランナーがホームイン、この回2点を返します。一方、春の大会初優勝を目指す浜松開誠館は7回、ワンアウト一塁から4番斉藤。左中間へ、センター下がる、センター下がる、下がって下がってフェンスを越えました。初優勝を大きく手繰り寄せるツーランとなりました。5点を追いかける静岡は8回、ツーアウトから連打で2点を返し、点差を3点に縮めます。それでも猛追する静岡を振り切った浜松開誠館が春の県大会初優勝を飾りました。